秋田県民会館は、秋田県秋田市、千秋名特徴にあった多目的ホールである。指定管理者として、一般財団法人秋田県総合公社が運営を行っていた。秋田県民会館文館、ジョイナス第16回国民体育大会開会に、先立ち、1961年に開館。県内最大の座席数を誇り、コンサート、演劇、 講演会、隠し大会等に使用されていた。所在地は、江戸時代に、久保田藩の重心である渋江市の屋敷が置かれていた土地で、明治に入ってから、久保田藩町、関立病院、伝習学校などを経て、1904年に、秋田県公会堂が開設された。 1918年4月29日に消失して、秋田県記念館の庭園となった後、1950年に秋田県児童会館が開館。1961年、児童会館が移転した後地に、秋田県民会館が開館した。隣接するジョイナスを文館として管理していた。こちらは1918年10月31日に、 開館した秋田県記念館が解体された後地へ、県民会館と同じ1961年に、開設された秋田県立図書館が前身で、同図書館が1993年11月に、秋田市山王新町へ移転したため、改修を受けて、秋田県生涯学習センター文館、ジョイナスとして使用されてきた。しかし、秋田県民会館とのより一体的かつ効率的な、 運用を図るため、2011年初回を県生活環境部県民文化政策課に移し、生涯学習センター分館から県民会館分館へと移行。一般財団法人秋田県総合校舎が指定管理者として両施設を管理していた。また、同じく2011年から館長の公募制を採用した。会館50周年記念事業として、2012年3月には、 東京都交響楽団による公演が7月には松竹歌舞伎、近松座公演が行われた。また、県民会館北東に隣接して、生治太郎の記念碑があった。2018年5月31日をもって閉館し、翌6月から解体作業が開始された。跡地には口述する新聞化施設が整備される予定。 2013年現在、秋田県民会館と秋田市三王にある秋田市文化会館を統合して、新たに県と市が共同で文化施設を整備する構想がある。秋田県民会館は築50年以上、秋田市文化会館は築30年以上と老朽化が進み、また現施設では大掛かりな舞台装置を必要とするオペラ等が実演できないと ニーズに対応できないという問題を抱えており、また、秋田県の人口減少が進む中で、県市共同で新聞化施設を建設して、機能の重複する施設を統合することを目的としており、新施設では、客席数2000席規模の高機能型ホールと、同800席規模の舞台芸術型ホールの2つのホールを各として、3000人程度までの大会、会議に対応できる施設を目指すとしている。 2015年までに、県市協同で、基本計画検討委員会の会合が重ねられ、新施設は、市街地への設置が適当であること、敷地面積が1万平方メートルを超えることが、望ましいこと等の指針が示された。建設予定地については、市街地という表現のみで明言されてこなかったが、2015年9月1日、県民会館を開会し、 跡地に建設する方針が示された。2016年度に整備計画を策定し、2017年度に設計に着手、旧秋田県民会館会会後の2019年度より建設が開始される。2021年度完成予定。総事業費は200億円規模と想定されている。ありがとうございます。